山口井津屋。株式会社山口井津屋は、山口県山口市に本社を置く百貨店。福岡県の地場百貨店である井津屋の子会社。2008年、平成20年5月30日付で社名を、株式会社上井津屋から解消。この段階において、井津屋本体が中立ちとなり、宇部店で全国百貨店共通商品券を利用できるようになった。 10月3日、本社を、宇部市から山口市に移し、同市の地場百貨店である、地牧屋から百貨店事業を引き継ぎ営業開始。同時に、日本百貨店協会に加盟した。スローガンは、つなぐつくる百貨店。宇部井津屋の前身は、現在の JR 西日本小野田線を運営していた、宇部電気鉄道が、1933年、昭和8年に、 ちまき屋と提携して、山口県宇部市に開業したものである。その後、第二次世界大戦の選挙区悪化により、宇部電気鉄道が国有化されたため、ちまき屋の完全子会社となった。しかし、1960年代になると、売り上げの減少が続き、1969年、昭和44年には、伊豆津屋が出資し、株式会社宇部ちまき屋から、 株式会社伊豆ツヤ・チマキに解消した。その3年後の1972年、昭和47年、チマキは持ち株を伊豆ツヤにべて売却して撤退。ここで一旦、伊豆ツヤとチマキの関係は途絶えた。この行きは、国内世丹をコレット・伊豆ツヤに承継、実際には伊豆ツヤによる業態転換した事例に類似する。その後、 山口市周辺への郊外型ショッピングセンターの出店構成による売り上げの減少が止まらず、ちまき屋の経営が悪化。すでに創業家の八木家から山口銀行に経営の主体が移っていたちまき屋は2007年、平成19年、伊筒屋との提携関係を復活させ自力での再建を図ろうとしたものの、同年11月、自らは土地、建物の管理のみを行い、 百貨店事業は、伊豆津屋に引き継ぐと発表。その受け皿として、かつて子会社であった、宇部伊豆津屋を当てることで地元側の了解を取り付けることとした。ちまき屋の百貨店営業は2008年、平成20年8月31日をもって終了した。その後1ヶ月をかけて改装が行われ、10月3日に山口伊豆津屋本店として、再び開業。 またこれに伴い、宇部井筒屋は、山口井筒屋宇部店に改称した。なお、ちまき屋の商品券等については一部を除いて、井筒屋各店で使えるようにするとともに、商品券類に関する業務が、井筒屋本体に一本化された。前述の国来世端も、コレット井筒屋に継承された、再同様に、商品券類に関する業務を、井筒屋本体に一本化した。2009 平成21年には山口店、宇部店でのみ利用可能な現金専用の井ツヤキララカードを発行開始。7年後の2016年、平成28年1月15日、親会社である井ツ屋本体が同種のシステムであるウィズクラブカードをスタートさせたのに合わせ、コレットのコレットクラブカードを合わせ、グループ全店で現金専用ポイントカードの共通利用ができるように、 なった。なお2017年、平成29年の時点では、ウィズクラブカードへの集約はされておらず、山口県内では引き続き、キララカードが発行される。2018年7月31日、伊豆ツヤグループにおける将来的に収益の改善が見込めない店舗、事業の構造改革を図り、経営資源を、伊豆ツヤ本店、 北九州市小倉北区と山口伊豆津屋山口店に集中させる目的で、宇部店を同年12月31日で営業終了することを発表した。山口市と別市に百貨店店舗を周南市に直営のサテライトショップを構える。百貨店店舗については、伊豆津屋グループ全体では山口店、宇部店の故障を用いている。単に、 山口井筒屋と称すると、一般的には、こちらの店舗を指す。終始商店街内にあった、地下1階、地上5階の旧地牧屋の店舗を引き継ぎ2008年、平成20年10月3日に開店した。地牧屋時代から、通路幅を広げるなどのリニューアルを行っている。開業一ヶ月間八牧屋、時代の同月に比べてント増の七億五千万円の、 売上を記録したが、初年度の売上は、世界的な消費不況も重なり、目標を10%以上下回った。旧、上井筒屋の店舗。国道1 9 5号、時和通り沿いに立つ地上を4階、地下1階の建物で、1977年に完成。1989年のリニューアルで、無印良品やベネトンショップなどのブランドを導入し、 1993年には店舗増床及び駐車場ビルを増築。年間売上高は1994年、平成6年にピークとなる72億円に達した。2006年に大規模改装を行い食品売り場を地階から1階にも拡大。2008年、平成20年、ちまき屋の店舗運営を引き継ぐため社名が変わり、山口伊津屋上店となった。 2010年、平成22年時点では、上天単体で黒字経営となっていたが、売上減少が続いたことで2016年度、平成28年度には、形状赤字となり、2017年度、平成29年度には、年間売上高が28億円減少。将来の収益改善の見通しが立たない中、建物老朽化による、維持運営コストの増加が見込まれるため、 宇部店は2018年12月31日をもって営業終了し、経営資源を山口店に集中させることとなった。営業終了後も外商機能は維持し、2019年3月下旬に宇部市内の商業施設、夢タウン宇部にサテライトショップを開設する。サテライトショップの店舗面積は430平方メートルで、宇部店に入るテナント数店舗も出店する。 2013年6月13日開店。伊豆津屋グループとしても山口県下発のサテライトショップで、周南市銀南街のチャレンジショップなどに利用されていたスペースに開店した。ギフトコーナーや婦人雑貨などを扱う売り場を備える。南銀座にあった近鉄松下百貨店の閉店、2013年2月の受け皿を想定しており、 近鉄松下百貨店の商品券を利用できるほか、近鉄松下の元従業員を雇用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。